プレイステーションネットワークはソニーインタラクティブエンタテインメントが提供するアカウント制のオンラインサービスの総称である利用にはインターネット回線が必須であるソニーエンターテインメントネットワークと一体化したサービスが提供されているユーザー個別認証プリペイドによる決済処理等も行うオンラインサービスを提供する基盤システムであるシングルサイオンにより 利便性を図っている。インフラはオンプレミスから AWS へと移行している。PS n のアカウントから解明された1000アカウント、ソニーアカウントにはマスターアカウントとサブアカウントの2種類がある。マイソニー ID と共通化も進んでいる。アカウントの削除や大会は不可能だったが2011年4月に発生した プレイステーションネットワーク個人情報流出事件後、公式サイトの記述が変更され、インフォメーションセンターでの問い合わせで可能である。ユーザー登録を行うには、PSN 利用規約に同意する必要がある。同意がなされない限り、アカウントを与えられることはない。また、アカウントは規約によって、お客様は、アカウントの不正使用が行われないよう、 その情報を適切に保管する義務があります。と伏せ利用を防ぐためのサインイン ID やパスワードの秘密管理義務が課せられている。したがってアカウントを複数人で流用することは重大な規約違反であるのでくれぐれも言ってはならない。マスターアカウントはペアレンタルコントロールを含むすべての設定にアクセスすることができるが、 18歳以上でなければ作成することができない。マスターアカウントは保護者用アカウントでもあり、非保護者に対してサブアカウントを与えることができる。マスターアカウントが作成できるサブアカウントは最大6つとなっている。サブアカウントはマスターアカウントを持ったユーザーが非保護者に対して制限付きのアカウントを作成したい時に作ることができる。 したがって17歳以下が対象。ID 作成時の青年月日によって自動的にアカウントの種類が決定する。マスターアカウントと違って以下の制限がある。サブアカウントとして作成されたアカウントはマスターアカウントへの昇格ができないシステムになっていたが2015年2月13日より年齢が18歳以上となったサブアカウントであれば アカウント管理サイトなどから、マスターアカウントへの昇格が行えるようになった。PS4、PSB た、PS3 向け PSB た向け PS、3向け購入やレンタルなどサービスを受けた場合の利用権は、PlayStation トワークのアカウントに紐付けられる。そして、そのアカウントで、危機器認証を受けた機器で利用可能になる。アカウント間で権利の授受はできないが、 プレイステーションにおいては、ゲームソフト内でのゲームのルールに従った事柄についてはその限りではない。利用できるサービス、その他の機能は地域によって異なる。グローバル PSN アベイラビリティ。ありがとうございます。